はい、おはようございます。6月17日の朝4時54分ですね。まだ起きかけで口がうまく動いてませんけども、これがデイリーから見てみましょうか。もうなんかね、もう意識朦朧としますからね。どんな解説になるか私も楽しみです。まあここがなんか横にね揉み合ってるところでして、これをちょっと伸ばすとこういうふうな形になってます。要するにこの水平線を元に上の方に突き出たりとか下の方に突き出たりとかしてるわけなんですけども、ここから先は私はこういうふうにね動くんではないかなというふうに考えてるんですよね。もちろん上に突き抜けることも考えられるんですよ。これをちょっと4時間の方から見てみます。4時間、これですね。以前お話したように大きなね、ここにゾーンができております。どういうふうにしてこのゾーンが引けたかっていうのは前回までの解説をご覧いただければと思いますけども、上からドカーンと来たのがですね、ここでひげを出して情報に転換したんですけども、この太いゾーンにね阻まれてなかなか上に突き抜けられないでいるんですよ。で、多分これが下の方に抜けていくんではなかろうかと思うんですけども、まだ横ばい状態なんでね、何とも言えませんね。1時間はねこの横ばいの部分が顕著になってると思うんですけども、こんな感じですよね。ですんでこんな感じかな。多少上下にブレてるんですけども、基本的にはこの移動平均線見ていただければ分かるように横ばいなんですよね。横ばいからちょっと頭がちょっとこっち下がってきてる状態ですか。何とも言えないですね。横ばいですね。じゃあちょっと今日はね15分も見てみましょうか。15分はどうでしょうか。私はこういうふうに見えるんですよ。下にこういうふうなね抵抗があって、すいません、こういうふうに上にギザギザの山がね何箇所かできているっていう状態ですね。で、そう考えるともうね何回ですかね、ここを入れると1回2回3回4回5回ほどもこの下の抵抗線にトライしてますから、かなりこの抵抗線107円のね240あたりですか、これがもろくなってるのかなと思うんですよ。この丸を書いてるじゃないですか。これぶち当たるたびにこの抵抗線っていうのは弱くなりますから、かなり強固だったなと思いますけどね。これ107円から106円の方向に進むんじゃないかなと15分では見えるんですよ。今週ねなんか全然エントリーできてないんで、このままエントリーせずに木金と言ってしまうのかなというふうなね、そんな懸念もありますけども、1週間2週間エントリーできないことなんて今までも何回もありましたんでね、おじけづかずにやっぱり見てこらえていこうかなと思います。今日は大した解説ができないですね。だからね、なんか結局ね上下の動きはあるんですけども、その動きに乗れるほどのものはないかなというところですね。こうしてみると一日中見ていたからといって張り付いたからといってチャンスが見つけられたかといったらそんなことないんで、今週はちょっとチャンスないですね、私から見ると。はい、じゃああれですね、ローソク足の勉強でもしましょうか。では今日は以上ですね。ちょっと力ない、相場解説でございました。